JDC カップ、名古屋の選手権が豊橋であります。こうやってみんな朝から練習してるんですね。ちょっと様子を撮ってみたいと思います。おはようございます、今日は白井先生来ていただきました。経歴は今ここにドッと流れてるはずです。ありがとうございます。すみません、全国ジャッジ僕も初めてだったんですけども、ジャッジするズバリ秘訣みたいなのはジャッジの秘訣、はい、思った通りにつける。やっぱりその感じたままにつけるっていうことですかね。そうですね、計算せずに、動物的な感じでつける。それはやっぱり今までのそのダンスを学んだ経験、そこからのですか。もう本当にテクニック見出したら切りないし、はいはいはい、つけようがなくなってくるわ。総合インプレッションでつけるんで、はいはいはい、もう動物的につける。予選も動物的な、それはもう予選から決勝まで変わらないスタンスということですか。そうね、でも順位をつけるとなった時に、はい、やっぱり多少こう上下にしなきゃいけないから、そこは結構動物的にやってると2が2つできたり4が2つできたりするから、はいはいはい、難しいところはありますけどね。あ、やっぱりそういうふうに先生はそういうスタンスでつけていってるってことですか。そうですね、じゃあですね、今その選手たちに何かアドバイスというか試合に向けて の,
取り組みとか、うん、なんかアドバイスが少し一言でもあれば、うん、最後に、はい、生命力を感じさせるダンスをしていただければ3日目に生命力、うん、まあ、ラテンにしろモダンにしろモダンにしろ、そうですね、わかりました。今日はすみません、忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったぜ。インタビュー形式なのね。はい。ありがとうございます。白石智美、どうぞ。
ですね、今、1時21分です。JDC カップ、無事に終わりました。なんかいつも僕が喋るときはちょっとぼーっとしちゃってですね、なんか何言ってるかわからないことが多いんですけども、今日の全国大会本当に素晴らしかったです。各選手が感動しましたね。まあジャッジ人を評価するなんて恐れ多いんですけども、まあ、選ばれたからには全力を尽くしたそうです。瀬古選手っていう選手がですね、去年の統一の日本だったかな、去年引退されまして、まあ、打点の方はですね、新チャンピオンが決まるという大事な大会だったんですよね。まあ、そこの部門のジャッジでもあったんで、ものすごく本当にですね、各選手が本当にチャンピオンを取りに来てるなと、すごく熱い思いを感じました。まあ、結果ですね、鈴木久美がまあ優勝しました、ね、でもすごく2位も3位も4位も5位も6位もまだまだ手が届くような位置、まあ、若いチャンピオンなんで、どんどん追い越せ追いつけてやっていけたらいいんじゃないかなと僕個人は思いました。じゃあそれではこれからこれがあるので